はい、おはようございます。後藤です。え、久しぶりにビデオを送っていきたいんですけども、え、もうすっかり夏ですね。え、暑いし、え、暑いし、え、夏って感じですね。え、よく分かりませんけども、え、今日はですね、え、目標達成ですね、目標達成する方法ですね、についてお話ししていきたいと思います。え、これですね、え、 なぜ、今日はこの話をしていくのかというとですね、えー、結構その目標を達成するために、えー、目標を神に書けとか、えー、目標を毎日見ろとか、えー、そういうふうなことが言われてると思うんですけれども、実際にこれをですね、どういうふうにやっていったらいいのか、えー、ちょっと分かりにくいと思うんですね、えー。分からない、実際どういうふうに書いたら分からないとかいう人も結構多いんで、えー、今日はこの話をしていくんですけども、 えー、これどういうものなのかっていうと、えー、まあ毎日目標を書いていけってことなんですけどもこれ僕がやってる方法で、えー、今のところ一番効果的、えー、達成できるスピードが速くなる方法なんで、えー、今日はこれをお伝えしていこうと思います、えー、まずですね、えー、やってもらいたいことですねこれですねどういうふうにやるのかというと、えー、まあ何でもいいんですけども、えー、これ僕あの イオンで買いましたけども、なんか5冊でなんか 200, なんか200円か300円か安かったんで買いましたけども、まあなんでもいいです。えー、大きめのノート。できたら A4 ぐらいがいいですね。最低でも。で、えー、何を変えていくのかというと、えー、これですね。まず左側に、えー、僕の場合はこれ2015年1月1日前の目標って書いてますけども、 えー、これは1年後でも半年後でもいいですけども、まあ、長期的な目標っていうのはまあ必要なんですけども、えー、できるだけ現実的な、まあ、半年後にこうなっていたいとか1年後にこうなっていたいとか、えー、いうものですね近いものをまず書いていってます僕の場合はで、えー、まず左側にですねこれ10個、えー、達成したい目標を10個書いていきます でこの書く内容なんですけども、えー、4つの項目かなまあ別に4つの項目っていうか、えー、お金仕事家族健康お金仕事家族健康この4つですね4つの、えー、項目について半年後になっていたい達成したい目標を左側に書いていくことですねでこの時にですね まああの思いつく限り制限なく制限なくまあ半年後なんで結構現実的な目標になってくると思うんですけどもまあ10個書き出すでですねえー別にその4項目に対して別に均等に書くとかそういう必要はないですね結構その仕事ばっかりやってる人だったら仕事の目標が増えるだろうしまあでもできるだけ1個でもねえー4項目えーに対して書くようにしてくださいで えー、次にですねこの中からですね、えー、この中の1個この中でこの1個だけ達成できたら他の何個かが叶うっていうような項目が1個出てくると思うんですね例えば、えー、月収いくらいくらになっているっていう目標があるとすれば、えー、月収いくらいくらになるためのまた別の目標があったり出てきたりするわけですね、えー、毎月いくら 払ってくれるお客さんが何人いますっていう半年後の目標があればそこが叶うと月収いくらになっていますっていう目標は叶いますよね。そういう感じで、えー、こっちが叶えばこっちが叶うこっちが叶えばこっちが叶うっていうあの集中できる目標ですね。それを見つけるわけです。でそこにチェックですね赤丸をつけてえ何、ー、て言うんですか目標に対してこう最小限の 集中させるためにまず1個選びますね。で選んでですね、えーまあ、それは仕事お金家族健康の4項目に対して1個ずつ選んでもいいです。でその次にどうしていくかというと10個出てきたら必ず10個は書いてみてくださいあの。毎日変わってもいいんで書いてください。でそれを次右のページですねどうやってどうやって達成するのかその方法ですね。 えー、例えば、いくらいくらのお客さんが何人います。あで、これ、あの、こう左側に書く目標の書き方はいくらいくらになりたいですじゃなくて、いくらいくらになっています。えー、こう高校こういうお客さんが何人になりましたとか、えー、完了形、えー、進行形みたいな感じで書いてください。その方が、えー、いいです。めっちゃいいです。なんか、あの、にやけてきますんで。 えー、そういうふうに書いてください。で、こうどうやってっていうことですね。じゃあ、その目標ですね。いくらいくらのお客さんを何人作るためにどうしたらいいのかですね。それを、えー、10個書く。で、これ10個書いていくとですね、えー、すごい、えー、やることが出てきますね。えー、例えば、いくらいくらのお客さんが何人います。 そのためにどうやったらいいのかっていうのをどん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 下に変えていくんですね。で例えば、えー、毎月、えー、10万円払ってくれるお客さんが10人。で、まあ、例えば月収100万円を目指すんであれば、えー、毎月10万円払ってくれるお客さんを10人見つけるためにどうしたらいいのか。えー、その前に、例えば、えー、月々5万円のコースがあるんであれば、5万円のコースを何人作る。で、そこからまたさらに下ですね。 おお試しのお客さんを何人作るでこれリピートの、えー、パーセンテージが見えてるんであれば月々10万円払ってくるお客さんを何人作るんであれば、えー、最初のですねお試しを買ってくるお客さんを何人見つけないといけない。なじゃあそのお試しのお客さんを、まあ、例えば100人見つけないといけないんであれば、えー、反応率何パーセントのチラシを何枚巻く。 何枚巻くためにはどうしたらいいのかっていうと1ヶ月の、えー、配布計画を立てるですねで。配布計画を立てるためにどうしたらいいのかっていうと、えー、例えば、えー、今日、えー、スターバックスに行って3時間計画を立てるとかでそのためにはどうしたらいいのか今日3時間作るために、えー、仕事をこういうふうに調整するで。そのためにはどうしたらいいのかっていうと えー、何時までに会社に行ってど,どこどこ何々するとかですねその全部こうその日の行動まで落としていくわけですねでその日の行動まで落とし込んでで、えー、1日1個やることを見つけてくださいこの中からでそれを1日1個、えー、すやっていくことによってどん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 この機能を欠いたものがもうどん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 こう かもう早く、ここまでたどり着くはスピードが速くなるんですね。もうこれできたから、ついこれ、ついこれ、ついこれって感じで、えー、目に見えて分かっていくんで、めちゃくちゃいいですで。達成感もすごくあるんで、えー、これすごいおすすめなんで、やってみてください。で、これ毎日やってください。僕も毎日やってますけども、えー、毎日やって、えー、自分の手帳とかね、えー、日記とかに、えー、ちゃんとチェックをしていくと。まあ、そのチェックに関しては、また、あの、 次回ですね、えー、日記の付け方とか、えー、付箋の使い方について、僕なりの方法をお伝えしていこうと思います。えー、じゃあそんな感じですね、えー、これ、ぜひやってみてください。えー、これやることによってですね、えー、あなたの目標が達成する方法、達成するスピードがですね、ものすごく速くなってくるんで、えー、ぜひやってみてください。じゃあそんな感じで終わっていきたいと思います。ではまた次回お楽しみに。